1798年の表紙ページ。フィロソフィカルマガジンは18世紀末からイギリスで刊行されている自然科学の学術誌である。1798年にスコットランドを生まれ、出版業者ティロックが創刊した。1822年から博物学者で出版も行うリチャード・テイラーが共同で編集するようになった。使命のフィロソフィカルは、 自然科学が哲学から分離していない時代の雑誌であることを示している。初期に掲載されて論文のタイトルの例としてはカートライト氏の蒸気エンジンの特許の解説やワインに健康に有害な金属が混ざっているかどうかを発見する方法や水素と酸素から水を作るのにラボアジェが使った装置の記述などが見られる。19世紀にはハンフリーデイビー マイケル・ファラデーらの論文が掲載され、ジェームズ・クラーク・マクスウェルの電磁気学の論文や1887年のマイケルソン・モーリーの実験の論文や、ジョゼフ・ジョン・トムソンの電子線の発見の論文も掲載された。1814年に、ウィリアム・ニコルソンの出版していた、ジャーナル・オブ・ナチュラル・フィロソフィー、ケミストリー、アンド・ザ・アーツと統合し、使命を ザ・フィロソフィカル・マガジン,ンジャーナルとし、さらにザ・アンルズ・オブ・フィロソフィーと、ザ・エディンバラ・ジャーナル・オブ・サイエンスを統合し、1840年に、氏名を、ザ・ロンドン・エディンバラ・ダブリンフィロソフィカル・マガジン,ンジャーナル・オブ・サイエンスとしたが、1949年にザ・フィロソフィカル・マガジンに戻した。20世紀の初めは、アーネスト・ラザ・フォードらの論文を掲載した。 1978年に2冊に分割され、パート A は、機械工学、力学の分野、パート B は、統計力学、電磁気学、工学の分野に分けられた。20世紀後半には、分野を区分することが困難な研究分野が現れた。ため、2003年に分割をやめた。1987年に、物性物理学の分野の速報的な対法のために、 フィロソフィカルマガジンレターズが創刊された。編集を行った科学者には、ジョン・ティンダル、ジョゼフ・ジョン・トムソン、ネビル・モット、ローレンス・ブラックらがいる。2014年のインパクトファクターは1.087であった。ありがとうございます。